皆さんどうもこんにちは、ちえまです。ちえやまのマインクラフト2024、本日もやっていきたいと思います。今回はこの関所からですね、このゴーレムトラップに続く、ここのね、広い敷地を装飾して、散歩道のようなイメージでね、ちょっと作っていきたいなと思っております。ということで、本日もやっていきましょう。ちえやまのマインクラフト2024。さあ、ということで、今回ね、この通りをまたね、さらに装飾して、いい感じにしていきたいなと思ってるんですけど、イメージ的にはね、こう、先ほどもちらっと言ってた散歩道をイメージしてて、ここからこう来て、こう、自然豊かなね、イメージというか、そういうので、あとちょっとくねくねさせて、ゴーレムトラップの方までやってくるみたいな、そういったイメージでね、作っていこうかなと思っております。ということで、まずはね、この多くの苗木と骨粉を準備して、ここにね、木を生やして、自然をね、ちょっと増やしていくという作業をまずやっていきたいなと思います。ということで、どうしようかな。ルートをね、木で塞いで、こう自然な感じに作っていきたいから、ある程度、一発とりあえずやってみるか。試しに。OK、いいね。いい感じ、いい感じ。で、こうやって木が生えたら、今度、ちょい斜めぐらいに一発入れて、で、ルートを絞っていく。うん。OK、いいね。で、こうやって木がね、一気にこうやって入ってたら、こっち通るんじゃなくて自然とね、こっち向きに行くと思うんですよね。うん。だから、この感じで、もう、ここにももう一本ぐらい生やしとくか。木を生やすことでルートを限定する。で、ここ今度こっちに行きたいから、この辺から木を生やして、ルートを限定していく。OK、いいね。こうしたことで、まずこっちからこう行って、今度はこっちにこう行ってっていうルートがね、自然とできました。で、あとは、真ん中に来るように、ここにも、ちょっと木を生やして、で、こっち側にも生やしていくか。結構ね、密集させてもいいかなと思ってるんですよね、木を。自然に見えてさえいれば。OK、いいね。結構生やした。めっちゃ木や。ああ、いいね。で、もっとこっちの手前側にも。ああ、近すぎたらあれか。ああ、いいね。OK、これでめっちゃ木をね、生やせたんで、今度はここから道をね、作っていくんですけど、一旦どうしようかな。この辺からやっていくか。で、ここはざっくりでいこうかな。綺麗に、じゃなくて、もうほんま適当に。拠点のね、道作りした時と同じイメージで、うねうねしながら、ここにやってくるという感じ。ああ、いいね。こっからの景色めっちゃいいな。で、この橋のところは、もうここでね、綺麗に統一してるから、ここまでは綺麗にやっとくか。ここだけ綺麗に、舗装された道にしといて、で、ついでにここも葉っぱでね、道みたいにしとけば。うん。これでいい感じになるよな。ここまでやっちゃうか。OK。いいね。じゃあ続いてですね、この道をまた適当にね、削って、で、適当な間隔で、丸石と、深層岩の丸石と木材を入れていきます。OK、これで適当にちょっと入れてきました。よし、では続いてですね、模様入りの石レンガと多くのフェンス、そして丸石の壁でランタンを使って、この拠点の装飾と同じように、こういった照明をね、入れていきたいと思います。ああ、で、ついでにここも、多分暗いやろうから、ランタン入れとくか。これでね、ここも多分明るくなると思う。だ街灯って言ってもあれやな、結構、入れる場所結構むずいな。こういう感じか。OK、とりあえず街灯を2箇所だけ入れれましたけど、もうちょっとなんか白照明入れたい感じはあるな。絶対湧くよな。まあええか。でせっかくやから、ここちょっと削って、ちょっと池っぽいのも作るか。やっぱ自然といえば池みたいなところもあるし、水辺も多少欲しいよね。 OK、 一旦この辺ちょっと削りました。でここをちょっと穴開けて、でそういえばここもね、土で植え替えたから、ちょうど地面もね砂なんで、ちょうどいっちゃいいか。うん、 OK、 いい感じのサイズ感ね。よし、じゃあここに水を入れて、OK、いいね。で、また適当にフェンスとか出したりして、道をね、限定してあげる。OK、あと一旦これで骨粉で草をまたね、生やしまくりましょう。ここめっちゃあれやな。花が。黄色の花めっちゃ咲くな。これでもやっぱ夜暗そうやな。グローベリーとかってなかったっけ？どっかで手に入れたような、入れてなかったような。あったわ、グローベリー。一旦これでグローベリーを増やそう。OK。ところどころ、これトラップドア置いてあげて、グローベリーやって、コップンでベリーを生やす。そうすると光源になって、湧き潰しにもなるから。でもランタン直置きもありっちゃありやけど。はい、ということで、関所からね、ゴーレムトラップへ続く道、完成しましたー。G山のマインクラフト2024。はい、ということで、今回ね、この辺で終わりにしようかなと思います。まあ、最後ね、こう、一旦この橋ら辺からね、ずっと通ってみると、まずね、この関所がありまして、ここで、門番である湯座敷がね、めちゃくちゃいかつい感じで見張っていて、そこを越えると、超自然の溢れる道がね、こう繋がってて、いや、ほんまにめっちゃいい感じ。うん。で、木がめちゃくちゃ生い茂ってて、で、その先、ちょっとしたね、池があったりだとかしつつ、まあ、できればね、もうちょっと砂浜の方とかも隠れれるならそれに越したことがないんですけど、まあ、ちょっと限界もあるかなというところで、こういう感じにはなってるんですけど、もうここだけ切り取ってもめっちゃいい感じやから。で、このままね、うねうね歩きながら来ると、こちらのゴーレムトラップに到着するということで、めっちゃいいよな。なんか、自然の、なんちゅうの、まあ、手作りではあるけど、こう、さまよい歩いてきたこの先に、遺跡じゃないけどね、ちょっとしたこう、建築物が急に現れて、そこにこう、トラップがあるっていう、こう、また、対比というかね、うん、そういうのもちょっと面白いなというところで、非常にいい空間作りができたなと思っております。ということで、今度が良かったよーとか、参考になりましたーとか、めちゃくちゃいい道作れましたねーとか、おしゃれでかっこよくていいですねとか思っていただけた方、ぜひチャンネル登録、そして高評価の方もよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。